とだ。今回の大人釣りクラブは和歌山県南紀勝浦と中紀の須原でライトソルトゲームを楽しみます。狙うはアオリイカをはじめさまざまな魚たち。釣りを通じて自然を身近に感じ、上質な時間を楽しんでみませんか。大人釣りクラブ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたします。皆さん、旅と釣りで上質な時間を過ごされていますか。今回も始まりました大人釣りクラブ。この番組は釣りの経験がない方や、以前はやっていたけど最近やってないなという方、釣りはやっているけど他の釣りにもチャレンジしたいという方、さらに今よりももっと腕を磨きたいという多くの方に楽しいフィッシングライフをご提案いたします。今回は和歌山県那智勝浦を出船して、磯でエギングを中心としたライトソルトゲームを楽しみたいと思います。明日の朝光の前にちょっと街中を散策してみましょう。紀伊半島の南東に位置する和歌山県那智勝浦町は、世界遺産熊野古道をはじめ、大自然や温泉など紀伊半島でも有数の観光地なのです。またここ那智勝浦町は日本有数の生マグロの水揚げ高を誇るマグロの町として有名なんです。それを確かめに市場に行ってみましょう。訪ねたのは生マグロをはじめとした地元特産品を販売している勝浦漁港にあるにぎわい市場です。施設奥にあるイベントスペースでは、豪快な生マグロの解体を見ることができます。この日は24kgのメバチマグロの解体が行われていました。熟練の職人の包丁さばきでスピーディーにマグロがさばかれていきます。もしかして先ほど解体されてたマグロですか。先ほどあそこで解体したマグロの中骨でございます。美味しそうですね。よかったら食べてみますか。いいですか、はい、ぜひお願いします。なかなかね、こうさばきたてのものを食べるっていうのもなかなかないかと思います。見てください、今さばきたてのマグロです。実はね、はいはい、勝浦での美味しい食べ方っていうのがありまして、この一味唐辛子、一味唐辛子、はい、これをですね、お醤油に入れて食べるっていう食べ方があるんです。いただきます。一味醤油ですね。一味がピリッとくるから、はい、マグロの甘みがすごくわかります、はい、そうなんです。で、わさびみたいに香りがずっと残らないので、本当にマグロ本来の甘みっていうのを感じていただける食べ方です、これはいいですね。これぜひ皆さんに知っていただきたい、ね、この美味しさ知ってほしいです、はい、翌日釣りを楽しもうとやってきたのが那智勝浦港。まだ夜が明けきらぬ午前5時30分港を出船。20分ほどの磯、福井の花に到着しました。今回
際私と一緒にエギングを楽しんでいただく方は、エギングといえばこの方、湯川正隆さんです。おはようございます。おはようございます。はい、エギングインストラクターの湯川正隆です。よろしくお願いします。お願いします。湯川さん、早速なんですけど、はいはい、今この辺りの状況ってどういう感じですかね。なんか天気的に落ち着くんかなと思ったんですけど、はい、ちょっとなんか台風の前線が沖にあるらしくって、はい、少しまあうねりが出てて、でまあ濁りもまだ残ってるんですけど、はい、まあでも秋以下っていうねシーズンなんで、うん、まあ、小さいのがちょっと大きくなってきたかなぐらいの状況で、まあ寝られるかなと思ってます。はい、私エギング初めてなので、いろいろ教えてください。ぜひ任せてください。バッチリフォローしますんで心強いです。よろしくお願いします。 まずは今回使用するタックルについて聞いてみましょう。今回の、ね、使用していただくロッドなんですけども、はい、セフィア TT になります。はい、ありがとうございます。はい、お、軽いですね。すごい扱いやすそうな感じです。ブランクスにはシマノ独自の基本構造のスパイラル X を採用しているので、はい、十分な強度を保持しつつ軽量化も達成しているんです。へー。ロッドが全体にしなやかに曲がるように設計しているので、手首を軽く動かすだけでロッドが大きくしなって簡単にジャックをすることができます。今回、ね、その田中さんに使用してもらうのはね、セフィア TT の 86ML っていうレングスを、はい、選んでますね。はい、はい、エギングしてもらうにあたってなんですけども、一番まあオーソドックスというか標準になる長さが、86っていう。あ、そうなんですね。はい、長さ で ML っていうのが小さいエギから大きいエギまで動かせるロッドになっているので、それを選ばせてもらってますね。はい、はい、今回使用してもらうリールなんですけども、はい、バンフォードっていうリールになってますね。はい、軽いけど強くて滑らかで耐久性もあるんです。すごいコンパクトですもんね。そうですね。さらにロングスプールで飛びもこだわった上級機種と変わらないモデルなんですよ。なるほど。今回田中さんにはバンフォードの C3000 っていうのを使っていただきます。ラインがですね、セフィアの8プラスっていうラインで、0.65 入れてますね。はい、このリーダーが、セフィアのマスターフロロリーダーの35っていうものを入れてます。いよいよエギングを楽しみます。はい、使用するエギはどんなものを選んだらいいでしょうか。はい、ですね、はい、今回使用するエギはね、はい、セフィアフリンチフラッシュブーストって言ってキラキラ光るキラキラって、はいはい、エギですね。ボディ内部にフラッシュブースト機構を搭載した今話題沸騰中のエギなんです。まずはまあ3号からやっていきましょうか、ね。3号から、はい、はい、じゃあこれで頑張っていきたいと思います。イカ釣るときに大事なのは、はい、こう表層から底まであるじゃないですか、うん、一番底の方に沈めないといけないんですね。はい、なのでこのエギを着底って言うんですけど、はい、刺すっていうことをしなきゃいけないので、うん、なのでこう投げてこの状態で着水します、うん、はい、でラインたわんでるじゃないですか、はいはい、それを巻き取って自分にまっすぐにする、はい、でこの状態でベールを起こして、でここ手でライン出ていかないように押さえながら、はい、少しずつ送り込んでいくんですよ。沈んでいくとゆっくり糸がまっすぐなっていくんで、出た分だけ送り込む、はい、この辺り水深どれぐらいなんですかね。どのもんしょね、今まだちょっとついてないからこれあれやけど、でも 7,8 メートルぐらいだと思います。はい、これでついた状態ですね。少しまっすぐになった状態から、うん、まずはしゃくりっていくんですけど、はい、基本的には同時に巻きと行って止めるっていう動きをするんですけど、はい、最初まあ追いつかないと思うんで、先に竿の方だけをやってもらって、うん、余った分だけを巻いてまっすぐする、うん、はい、ってしてもらってもいいと思います。で慣れてきたら今度は、ロッドをしゃくるんじゃなくて、なんやろな、この右手の竿でリールを巻く感じ、はい、右手でリールを巻く感じ、はい、にしてもらうと、はい、で止めて待つと、はい、でこの待ってる時もまたこのままゆっくり沈めていって、もう一回そこに戻してあげるぐらいのイメージでいいんで、はい、ゆっくりゆっくり慌てなくていいんで、とにかくその底へ送り込んで底へ送り込んでっていうのを足元までずっと探ってくる
感じの釣りになります、はい、イカは底の方にいるんですか？そうですね、基本的にはボトム付近とか中層にいてるんですけど、斜め45度下を見ることに長けてるんですね、イカ自体が。なので上にいてるやつも下にあるものを見つけやすいので、はいはい、上通すよりも下の方をこうやって攻めてあげる方が釣れやすくなるということですね、はいはい、リズムでチョーンチョーンチョーンピタチョーンチョーンチョーンピタ、これだけですね簡単そうにやられてるけど、はい、多分そんな感じなので、ちょっとやってみましょうか。難しそうだけどやってみますですね、はい、必ず後方など安全確認をしてからキャストしてください。いいですよ、いいかな、いいですよ、全然。とりあえず、うん、まっすぐ糸ふけを取って、はい、取ったら起こして、はい、でちょっとずつ止まるまで送り込んであげてください。はい、はい、結構大きい幅で、はい、そうで慣れてきたら添えたまんまで、上げて巻く、上げて巻くって感じですね。このこっち側の手で巻き取る感じ、うん、あ、そうでいけるかな、うん、でこの待つ時間をやっぱりさっきも着底させた時に長かったように、はいはい、結構思ったより浮いてるんですよね、えぎって。なのでじっと待ってあげて、しっかりそこに戻してあげるという感じですね、はい、手前に来てもやっぱり攻めるのは足元の底付近なんですよ。なのでできるだけ浮き上がって斜めになって攻めてくるんじゃなくて、はい、下の層をずっと手前までできるだけ攻めてあげるっていう風な感じで意識してもらって、で手前まで来たとしたら一回ちょっと浮かしたところで自分の見えるところで止めてあげるんですよ、はいはい、ついてきてたら追っかけてくるんで、いかがじーっとこうやって上げて止めてたら、はい、泳いできてたら追っかけてくるんで、確認してからゆっくり巻いて回収して、なかったら他に投げるというふうな感じになります、はい。一通りレクチャーを終え、湯川さんも本格的にエギングを楽しみます。田中さん、しっかりとボトム付近までエギを沈め、ポイントを探っていると湯川さんから合図がありました。ファーストホールやった水面に姿を現したのはアオリイカです。いい焼きイカサイズ活性高すぎましたね。着水してもう食ってたっすね、うん、すごいしかもいいサイズね、やる気のある子やったんで結構引くんですか？着水してしゃくろうかなと思ったらもう食ってて、あ、すごい浅いとこについてるやつやから、はい、やっぱりもう見つけたらすぐ飛びついてくる感じ、へえ、うん、なんで結構引いてくれたすごいすごい、さすがよかったよかった私も釣ろう、やってみようよし、はい、ここで湯川さんが使用するタックルを教えていただきましょう。今回僕が使うロッドはセフィアのエクスチューンです。ブランクスはスパイラル X コアをハイパー X で強化しており、抜群の操作性と強度を両立しています。さらに軽量の X ガイドとカーボンモノコックグリップで抜群の好感度を実現しています。今回使用するのがセフィアエクスチューンの S82ML ですね。 ML っていうのはですね、エギもね、小さいものから大きいものまで投げやすい、強度になっております。で今の時期っていうのはやっぱり小さいイカから大きいイカまで狙えるので、3号から 3.5 号のエギをしっかり操作できるっていう理由で選んでるんですけども、で長さのレングス82っていうのは足元の高さが少々あっても低いところでも両方取り回しがいいような感じで選べるので、このロッドにしています。今回使うリールはこのバンキッシュですね。シマの最軽量で軽さだけではなく強さも飛びも譲らないリールなんです。ハンドルからローターなど構成される各パーツは徹底的に軽量化されています。で僕の場合はスプールとハンドルノブとこのスタンド夢屋のチューニングしております。そして軽さだけでなく強度や防水にもこだわり、さらにロングスプールで飛びもこだわった至れり尽くせりのリールです。このラインはセフィア8プラスの 0.5 号とでセフィアマスターフロロン3号になっております。では
ラインとリーダーはどのように結んでいるのでしょうか。はい、僕はいつもラインのノットは FG ノットで結んでいます。30センチぐらい折り返してもらう感じですね。でこれを、小指と薬指にぐるぐるぐると3回ぐらい巻きつけていただいて、親指と人差し指で輪っかつけて広げてもらいます。でリーダーこの作った輪っかに通します。でこの通したやつをそのままここで輪っかねじるんですけど、で戻します。でまたねじって上に戻していきます。これを繰り返すんですけど、ここでねじったやつを通してねじって戻す。でギュッて締め込むんですよ。この時に大体10回ぐらい繰り返してもらう感じですね。でやってもらったらこんな感じで編み込まれていくんですけど、でこれを下にちょっとずらしてもらうんですけど、でほどいてもらう感じですね。じゃあこの本線と先の折り返しのとことあるんですけど、本線側とリーダーの余りを持ってもらって、でこの余ってる PE を今度はここに編み込んでいくんですけど、ハーフヒッチでぐるっと編み込んでギュッと締めます。でちょっと湿らして一発目にギュッて締め込んだら、ちょっとこう色が変わってギュッて締め込まれるんですけどね。ハーフヒッチを交互に10回さっき言ってたら反対側も10回ぐらい編み込む感じで交互に編んでいきます。で最後はエンドで2周ハーフヒッチで2回巻きつけて締め込む。それでまあ出来上がりですね。じゃあこんな感じで入るんで、でまあこのリーダーはもうギリギリで切ってもらいます。でこの端のラインを切って、でまあ余りのラインはもうポケットに入れて持って帰っていただくというふうな感じにしていただければ完成でございます。アオリイカを釣ろうとポイントを探ります。釣れませんか。来ません。その後点々と位相を変えキャストを繰り返しましたが、アオリイカの当たりを捉えることができませんでした。なんとかエギング初挑戦の田中さんにアオリイカを釣り上げてほしいと港に戻り、地続きの磯に移動しました。串本エリアです。串本、はい、さっきまでは、那智勝浦の方行ってたんですけど、うん、ちょっと大きく海域変えたかったので、はい、まあ一応でも串本エリアでもまだちょっとこれ東側なんですよ。だから西側もちょっと見てみたいなと思ってるんですけど、まずちょっと東側で様子見ようかなと思いまして、はい、でまあ、あの砂浜の中にある磯、うん、なんか不思議ですよね。砂浜にこんな磯があるなんて。通常あの砂ってね、だから足止める場所ないんですけど、うん、ポツンってこういうのがあるとここで足が止まるんですよね。なのでそういうところに隠れてるやつを引っ張り出していきましょうと、行きましょういう作戦です。よし、はい、ではよろしくお願いします。お願いします。どこかに活性の高いアオリイカはいないのか、磯周りを探っていきます。ここら辺ぐらいでいいかな。すぐにキャストをしてエギを追わせることに。立てて止めてみて。取れた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 、おっしゃー。よかった、ちっちゃいけど、まあまあまあ、これは今ね育ち始めの子なんでね、はい、リリースしてあげてくれたらいいと思います、はい、もう嬉しい。お父さんとお母さん呼んできてもらいましょうね。本当ですよ、はい、できるだけ水面近くで。新子ですが、なんとか釣り上げることができました。やったー。 OK、 とりあえず1つ。あー釣れてる。しかもいいサイズ。いいサイズ。この後まだまだ諦めません。中期須原でライトソルトゲームを楽しみます。取れた取れた取れた、よ
っしゃ。非常に力強くてボディの歪みを全然感じなかったです。ファイトをしてて不安材料を感じない。ツインパワーがここまで来たんだっていう感じです。安定性が半端ないです。ブレない。日を変え、ライトソルトゲームを楽しもうと2人が向かったのは中期須原の沖磯、二の生です。すぐにポイントを探ります。湯川さんも前方の水道を探っていきます。この日は風が強く、思ったようにキャストができない状況。そこで湯川さんが、何やってるか分からへんやろ。風強すぎて。そうなんですよね。ちょっと回収しようか。駅変えよう。はい。船から使う駅なんやけど、結構潮もちょっと効いてて風もハードなんで。はい。エニを変え、再度ポイントを探ります。湯川さんもポイントを少しずつ変えて探っていきます。朝日が顔を覗かせた時、湯川さんから合図がありました。当たりを捉えたようです。ご来光の日の出とともに。渋い当たりが厳しいわ。しかしそこもベタベタですね。がっつり沈めてじわーって抱いてプッて当たる感じやから。うーん、釣りたい釣りたい。きついな。そのサイズ釣りたい。しかし今回も厳しいのでしょうか。その後やはり当たりがなく磯代わりとなりました。次に上がった磯は毛なし島。ここで湯川さんは魚の活性を確認しようと別のタックルを手にしました。今回僕が使うロッドはセフィアリミテッドです。島の最高峰のエギングロッドで先進のロッドテクノロジーが詰まっています。持った瞬間、振った瞬間に感動を味わえる芯の軽さが最大の特徴です。ブランクスはスパイラル X コアをハイパー X で強化しており、抜群の操作性と強度を両立しています。さらに軽量の X ガイドとカーボンモノコックグリップで抜群の好感度を実現しています。次に使うリールはステラです。島のスピニングのフラッグシップで永遠に変わらない滑らかな巻き心地です。多くの装備を搭載してその性能を守り続けます。もちろん伝統の遠投性能も優れています。今回使うのは、C3000 の SHG ですね。はい、こちらも、魚がやりたいのでね、普段エギングではノーマルギアを使用することが多いのですが、ダブルハンドルとハイギアを使うことで、魚とのやり取りが楽になるっていうのと、ルアーのアクションの操作性が良くなるので、今回このリールのバンドを選んでいます。ルアーはスピンテールジグを使用します。キャストしてルアーが着底したことを確認してから巻き始めようとした時、突然当たりが。エソちゃうかなこれ。叩きまくってるもん。ほら。もうどこ行ってもこれ。
エソの活性は高いようです。田中さんが新子の姿を見つけました。エギボ周辺にキャストすると来た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 。さあエギを抱くのでしょうか。おお抱いた抱いた抱いた。おっしゃ ー, あ ー, あーやっとやっとやっとだー。よっしゃーやりましたー。かわいい。貴重な貴重な一杯。確かに見えてるのこんな難しいんですね。そうやね、サイドはほんま難しいね。寄ってきててもありがとう。湯川さんもミエイカを釣り上げました。やったーさすがです。より量形のアオリイカを釣り上げようと磯を変わりキャストを続けましたが何ら反応がなく終了となりました。いやー渋かったですね。そうね、こんな時もあるよね。ああこれもまた釣りやしね、自然相手やから仕方ないかな。ぜひまたリベンジさせてもらいたいです。そうやな、サイズ取りたいもんな、やっぱりな。そうなんですよ。せっかくな釣り方分かったしな、はい、またぜひぜひ次回。いやもうまた絶対にご一緒してもらいたいです。ぜひよろしくお願いします、はい、今回はありがとうございました。ありがとうございました。今回使用したタックルはこちら。皆さんもライトサルトゲーム始めてみませんか。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、シモノの提供でお送りいたしました。